います。本日の動画はですね、バーガーファクトリーさんというお店にお邪魔しておりまして、先日ね、デカ盛りハンターという番組でこちらのお店がメロンパンバーガーという 4.2 キロの特大サイズのねハンバーガーをチャレンジメニューとして提供しておりまして、今回はそちらをいただきに参りました。ただこちらのメロンパンバーガーね、普段はチャレンジメニュー用ではないみたいなので、今回はチャレンジメニューという形ではなく注文してはいるんですが、勝手に60分の制限時間を設けて今回はいただこうと思っております。それなりに本気では食べるんですけど、バーガーのね中身なんかも逐一紹介しながら食べていこうと思いますので、メニューの方が来るまで待ちたいと思います。はい、ということでただいまこちらのメロンパンバーガー到着いたしました。総重量が 4.2 キロということで、なかなかでかいよね。パティとかも焼きたてなんで、冷める前に早速食べたいと思います。それでは、60分にセットいたしましたので、よーいスタートと。4種類の場所に分かれてるみたいです。アボカド、ベーコン、クリームチーズに照り焼きチーズだっけな、こんな感じ。後で詳しく書くね。よっ、とりあえずこれ食べ方難しいわ。チーじゃない、バンズだ。あ、メロンパンうまい。あ、もうちょっぱい。あ、見えるかな、もうね、超極厚でジューシー。いただきます。買いに行きたいけど、暑すぎて食べきれない。
らアボカドゾーンですね。チリビーンズの部分かな、多分。バンズの方では具材が乗ってたパティの方をね食べたので、これ味変アイテムでいただきました。見えるかな、ベーコンジャムだそうです。ベーコンジャムって初めてなんだけど、これちょっと塗ってみよう。見るこれパティめっちゃ柔らかいんだよね。って言ったらいいのかな、ベーコンの燻製というかいい香りに加えて
肉感もね、さらに増すんで、このジャムめっちゃうまい。で、今ちょっと下の段にね、徐々に見えてきたんですけど、コールスローとかお野菜が入ってるエリアで、下の方はね、上に比べたらさっぱりしてると思うんだよね。
下の方にも筋肉なのかな、ホロホロになったね、甘辛いでも筋肉っぽいお肉がかなり敷き詰まってて、これもうまい。
24分53秒でございます。はい、ということで先ほどね、バーガーファクトリーさんでメロンパンバーガー完食いたしました。まあ、記録的にはね、25分をギリギリ切っているので、まあいいんじゃないかなとは思います甘いメロンパンのバンズと中のねしょっぱい具材たち、この相性がもうめちゃめちゃうまかったです。今回いただいたメニューについてはもちろんね、最初に説明した通りチャレンジメニューではないので、どなたでも事前予約で食べることが可能となっております。ぜひね、今回いただいたメロンパンバーガー気になる方はバーガーファクトリーさんにご連絡して食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。